松並義親は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。能戸畠山氏の家臣。松並畠山氏六代当主。能登国松並城主。奥能登の松並城を本拠とした。松並畠山氏は、能戸畠山氏三代当主。畠山義宗の抜子とされる、義地を外する。はじめは、能戸畠山氏の所流に過ぎなかったが、 能登鈴群の土豪松並氏を吸収し、能登の有力黒人の流しと、遠赤関係を結ぶなど次第に勢力を拡大した、ため、後に一門に列して、松並城は、七尾城の市場的な役割ようになった。加納城詩集、加納越文庫によると、畠山義綱の三男とされる。天正年間、松並畠山市五代当主、松並義達が創生したため、 その名跡を継ぎ、松並義鹿と名乗って、松並城主となる。義鹿は、聖火とされる、野戸畠山氏に従い、天正五年、七尾城の戦いで、七尾城の救援に向かい、奮戦するも間もなく落城したため、密かに脱出して、巨城、松並城に逃れて、再起を図るが、長沢光津区に率いる上杉軍に、 包囲されて貨幣にて戦うも大勢に無勢に破れ、自害した。石川県の都町の万福寺に葬られた。万福寺所蔵の肖像が、伝義鹿高画像の画山によると、去年五十一という。また未亡人となった、義鹿の室は、前田利家の正室義春院の次女となり、死女は、加賀藩主の長氏の家臣や利家の次男、前田利政の家臣になったという。 ありがとうございます。